はい、こんにちは。写真家の原田正和です。リッチーです。大ちゃんです。はい、今日の人生相談です。勝手に人生相談、勝手に人生相談、じゃあ今日の相談いきますよ。いきましょう、いきましょう。はい、はい、男性40歳の方ですかね、はい、うん、こ家族構成は、38歳の奥さん、うん、はい、長男が大学生、はい、長女が高校生という家族構成の方、はい、私は営業職で真面目に働き、うん、そこそこの稼ぎがあります、はい、しかし家に私の居場所はありません、はい、ご飯も一人で食べ、妻と娘は楽しそうに話しますが、はい、私は会話にも入れません。あらら。喧嘩の時、うん、私一人で子育てをしてきたと妻に言われました。ああ、正直仕事が終わり家に帰るのが嫌です、うんうん、離婚した方が幸せになれるのでしょうか、という。暗いなぁ。はい、やめましょうこんな相談ただ、はい、多いんちゃうこんな人ほんま。このなんていうんですか、その家族の輪に入れへんお父さんは、うん、すごいなんか多そうな、うん、はい、感じしますよねこれ。ただあの多い中でも、うん、この人の場合はかなり切実な、うん、あの、うん、ずしっときたんやけど。ずしっときました。いや、よく、ね、めっちゃ多いパターンというか、いや、その多いパターンは、はい、なんか笑い話になりそうやんか、うんうん、で、言うのが分かるから大多数な感じがするけど、その人はなんかもう苦痛な感じが。深刻ですか、うん、あー、その悩んでますもんね、うん、悩んでる。その世のお父さんはもしかしたら、そうそう、それをなんかちょっと自虐的になんか、はい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 、笑ってる、うんうんうん、ちょっと受け入れてるとかね。そう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 、うん、確かに確かに、はいはいはい、この人はだから輪に入りたいとか、うん、そういう悩みがあると。そうそうそう、本当は入りたいのに、うん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 、でも入れない。ああ、なるほど。あ、それが、うん、そういうことか。もう苦痛でしょうがない。せやな、はい、離婚まで言うてるんや。離婚した方が幸せになれるのでしょうか、うん、どうなんやろな。そう、幸せになれるかどうかは、うん、ちょっと分からへんと しとこうな、はい、分からへんからね、うん、ただ、うん、俺な最近な、うん、こういろんなとこ見ててな、うん、思うのが、はい、あのこれ何年前から言ってんのかな、はい、あの真面目にやってきた人ほど、うん、なんかものすごく生きづらそうというかしんどそうというか、まあ、感じるのが、うん、俺だけなんかな。まあ、仕事を頑張ってきた人ほど、うんうんうん、家庭に居場所がないってことですか、とか男が真面目やったら、はい、うん、真面目なほど、うん、奥さんにもそれって求めるん違うんかなって思うね。子供とかにも、うんうんうん、一生懸命俺は頑張ってきてんやと、はいはいはい、うん、でそれって、うんうん、あの奥さん側からしたら、はい、ものすごいこう重荷というか苦痛というか、それがゆえにということですか。それがゆえだ、そこからこうこじれていってるんかなと勝手に思ってんねん。もちろん奥さん側に原因があるんかもしれないし、はい、両方にあるんだろうきっとそれは。まあでもどうなんかな、そのお父さんの性格的に別に輪に入っていく人は入っていくじゃないですか、うんうん、入りづらいっていうのはもうだから元々のもんかなと思うんですけどね。うん、結婚した当初からってこと。いや、っていうかね、僕はね、その旦那さんがちょっと自信を感じるんですよ。今までこんだけ頑張ってきたっていう、うんうん、そう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 、めちゃくちゃ自信を感じるんです、はい、やけど、うん、奥さんにも子供にもそれは多分伝わってないんやと思う、うん、頑張り方がちょっと見当違いというか、うんうんうん、仕事だけ頑張ってきはったと思うんで、うん、すやすやすや、で結局家に帰るのも必然的に遅くなりますよね。で奥さんとか子供が望んでる幸せっていうのは、うん、旦那さんは全く答えてあげれてなかったんやと思う。子育てとか娘の発表会とか行ったんかなとか、うんうんうん、遊んであげたんかなとか、うんうんうん、はいはいはい、思ってしまうんで。これな、はい、よくその自己啓発とかの話で、うん、何回も出てくる話ですけど、はい、あの一生懸命になってる時って、うん、はしごを登ってんやで、うんうんうん、こう一生懸命はしごをずっと、うん、もう前しか見えへんやんが、はい、でも立ち止まって、はい、ゆっくり上を見なあかんじゃって、はい、
これ間違ってるんじゃないのと上、はあはあはあ、間違ってないと一回降りてまた違う橋を登っていかなあかんやんか、はあ、でも必死になりすぎてたら、はい、もうとりあえずがむしゃらに登っていって、うん、頂上着いた時に、うん、全然違うところに着いてたと、うん、いう話、そういうことやと思うね、うん、だから、うんうん、奥さんとか娘さんが求めてるところじゃないところに、うん、到達しようとしてんだろうな、うん、きっと。ただもうね、子供も大学生と高校生でしょ、うんうん、もう多分後戻りできないですよね。もうそのはしごの話で言うたら、うん、もうそうだいぶ登ってると思うんですよ、うん、だいぶ登ってる。もう今からはちょっと難しいですね、うん、違うとこ登るのも。そんなことないって。あ、行けます？分からん。いや、もう一回降りなあかんねんね、もちろん。だから最後まで降りなあかんねん。だから立地的にはもう、うん、普通一般で言うたらもう子供も出ていくやないかってことでしょ、うん、そうそう、もう出ていく後す。そこやん、そこがもう、はあ、あの多分やで、はい、そこがポイントになってると思うね、はあ、もうすぐ出ていく、はい、奥さんと二人っきりになるってことやろ、はいはいはい、でそれが怖いだろうね。怖いんかな、どうなんでしょう。いや、俺はよく怖いんちゃうかな。まあそれも込みなんですかね、うんうん、もしかしたら、はい、離婚した方が幸せになるかなって旦那さんがぼんやりと思ってる裏で、うん、奥さんはもうほんまに離婚しようと思ってるかもしれないし、はいはいはい、それはない。そうですね、うん、そうだったらもうちょっと自分の幸せを探すために離婚してもいいんちゃうかなと思います。俺はちょっと待ってくれっていうのは、はい、だからあの、はい、ただな、はい、俺は離婚してない人や、うん、なで離婚してる人やから、はい、言うたらあの経験1個積んでるわけで、うんうんうん、なあのそれで今を幸せに感じてるだったら、うん、離婚した方がいいよっていうのは、うん、これ当然の話だわね、はい、うん、ただ、うんうん、俺はまだ離婚経験ないから、うん、あのそんなにこう家が、はい、あのうまくいってないと思ってない、うまくいってると思ってるから、うんうん、あれなんやけど、あの 俺は、はい、もっと楽しんだらいいんちゃうかなと思うね、旦那さんも奥さんも、うん、奥さんはどうかしらんで、ね、はい、奥さんからの相談じゃないから、はい、真面目にしてきたんやったら、うん、もっとこういろんなとこ遊びに行ったり、うんうんうん、旅に出たり、はい、一人でね、あ、一人、あ、一人、ね、一人で、うん、一人でね、とか一人まとまってもいいんだよね、はい、それとかこう巻き割りをしてみたり、うん、いやでも巻き割りしてたら、うん、頑張りました。巻き割りしてたら奥さんと娘さんの距離は縮まらなそうですけどね。いや、あのな、そんなな、外して15分か20分放置しましょう。はい、あの、なんていうかな、そんなさ、はい、ベタベタした家族っていいと思うね。ある程度の距離感があって、うん、まあね、うんうん、はい、で、真面目やから多分家にいても何にもせんとボーっとしてんだろうな。ボーっとというか、うん、テレビ見てるか外に遊びに行かへんだろう、はい、そしたら、うん、やわね。で、真面目な人だったらちょっと小言を言うてしまうかもしれんし、分からへんけど、うんうん、それだったら外に出て、うん、パチンコ行くのでもいいし、釣り行くのでもいいし、はい、巻き割りするのでも旅に出るのでもいい、うん、なんかをして、うん、こう、うん、ふわっとしたことやけど、うんうん、なんか趣味をね、見つけたりとかね。そう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 、うん、だ前も言うたやん、その、はい、浮気って、はい、あかんやんか、もちろんあかんやん、そんなんな、ね、うん、あかんやけど、でもそれであの自分に後ろめたい気持ちになって、うん、奥さんとかに俺は完璧な人間じゃないと、はいはい、うん、っていう意味で優しくなれるんやったら、うん、そんなもんもしかしたらあれなのかもしれんと俺は思ってしまう、 うん、この人にはちょっと遊びが足りひんのかなって、はあ、はあ、はあ、まあ、あのまず何か趣味を見つけて何、うん、かに打ち込むとか、うん、もう家族ちょっと離れて、うん、離婚する前に、うん、これ俺らがな、はい、俺趣味多い、うん、リッチも趣味あるし、はい、でその人がな、はい、趣味を作ったらええっていうのは、うん、国内で結構難しいんで、いや、難しいと思いますよ。そんなね、難しく考えなくてもね、いいと思いますよ。いや、難しいと思います。難しいだって、はい、だって、うん、何していいか分からへんから趣味ないんってことでしょ。特に男は、はい、あの教室とか行くの苦手とかあいろいろあるんだよね。
あの将棋打ちに行くのも、はい、いや、なんか好きなことないねんて、ないんですかね。いや、もういや食べるんが趣味やったら別に食べ歩きの旅でもいいし、なんかあるでしょ。俺らは思うてまうねん。プロレスが好きやったらプロレスを生で見に行ったらいいんすよ。野球が好きやったら野球をテレビ見るんじゃなしに現地に応援しに行ったらいいんですよ。それができん人はいっぱいいんやで。俺らには理解できんよ、うん、もうな、はい、お金いっぱいあんのに、うん、もう暇ってどうしようもないって言ってぐるぐるいんやで、まあ、まあ、一からね、新しい何か始めるっていうのは、ね、ハードル高いのは分かりますよ、うん、何釣りを始めるとか、うんうん、カメラを始めるとか、なんかゼロから始めるのはハードル高いと思うんですけど、子供の時やってたとかね。そう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 、そんなのをちょっと思い返してみて、なんか熱中できそうなものをとりあえずなんか始める、いろいろ試したいね、そんなのは。はい、うん、でもいろいろやればいいんちゃう、うん、いいね、失敗したらええねん。そうそうそう、失敗怖いね、その人、うん、趣味でお金かけたけど、うん、没頭できんかったらどうしようと考えてしまうんだろうな、多分、うん、もうしたらええねん、はい、それが家族のためでもあるんちゃいます、うん、ネットフリックス見まくるでもいいと思う。あ、そんなんでもいいよ。いいよ、はい、うん、うん、家にいますけどね、思いっきり、うん、家にできれば自室で見てほしいんでしょうね、うん、奥さんは、うん、自室でいいんちゃう。リビングにはリビングにはいんといてなっていう。ネットフリックスでちょっと解決できないのかもしれない、うん、な、映画好きやったら映画館に一緒行かなくて、外に出ていかなくて。映画館は結構おすすめですよ。そう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 、あの1300円とか1100円の方のね、うんうん、映画館ね、あ、レイトショーとかね、レイトショーとか、はいはいはい、はい、いや、それでもいいと思うよ。いいと思うね、うん、それはいいと思う、はい、で、感想をね、なんか例えば、まあ、ブログに書いたりとか。あ、もうそれ発信できたら、俺もっと言えばね、うん、そんなもんそこまでできたら、うんうん、うん、いや、もう、なんかしょ、もう不幸になる必要がないやん、この人なんて。じゃあ、あれですか、離婚は別に死んでもいいんで、あ、離婚をせずに、まあ、最初はまあした方がいいんじゃないって思ったけど、はい、まあまあまだ救う余地があるなら、はい、まあ、なんか趣味を見つけて早まらずに、うん、他に何か発散することがあれば、はい、うまくいくんじゃないかということですか。変わってくるかもしれんなと思います。いや、うまくいくかもしれないけど、最後の最後に離婚やんか、はい、まだ試せること何個かあるんちゃうかなと思うだけで、じゃあ、今日の相談はこの辺で、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。